バウアー、ついに NPB に打ち切れる。バウアーさんの YouTube、 試合の映像が使えないため、映像の代わりにホテルの部屋で試合を再現する。集中戦略さ、こういうのでいいんだよ。馴染んできたな、面白いやつ。バウアー、 NPB は僕に専念させたくないらしい。だからちょっとした試合の映像も見せられないんだ。ネットには溢れてるのにね。僕は映像を使えない。だからドラマチックな再現をお楽しみください。バウアーはこういうことするやつ、頭切れるし面白い。試合映像の管轄って NPB なん。試合主催チームかと思ってたわ。世は制作会社ごとやろ。ハはリーグで一括管理やけど、リーグで一括管理いいよね。楽天もマヤで全部見れるし。 NPB 公式よりバウアーの方が YouTube では人気あるやろ。それは間違いない。知ったかこっちゃボケ。試合の映像テレビ直撮りして使ったるわって言いそうやのに、えらいわ。これのせいで10年前のマトンの動画とかは高画質で切り抜き残ってたりするのに、最近の選手のええとこで打った動画テレビ直撮りなのくさ。今回かなり野球深掘りしてておもろかったわ。バウアーのこういうノリ好き。ネットカルチャーに据えてなくていい。かなら動画使わせてくれるんちゃう。ええぞ、もっと NPB 批判しろ。イケメン、頭いい、野球能力言わずもがな。これで嫌われてるってどういうことや。すぐに煽る。一般人だろうがツイッターで粘着してレスバする。選手が MLB がほじくってほしくないところをほじくり回して SNS で発信する。いろんなハニトラ女にホイホイついていってセックスしまくって訴えられる。この辺やろ。村上のハーフスイングも再現できる。バウアー、くさ、そこおもろかったわ。野球とネットの親和性ってすごい効果やと思うんやが、しょうもない権利でがんじがらめになってるのは商業として損失じゃないんか。動画本もおもろいわこいつ。映像使うより面白く仕上げてくる。いいぞ、もっと外圧もっとかけろ。映像使わせてくれないのか。せや、自分で再現したろ。この精神好き。煽りとエンタメのバランスがいい。こんくらいのユーモア持ってやりたい。武器に反応するやつもいるんだろうけど、引き続き応援しますわ。今後の動画も楽しみや。